シャカちゃん嬉しいね。こんばんは、こんばんは。お疲れ、ハートピカピカ、ありがとう。こんばんは、こんばんは。お疲れ、ハート。ミラボール。眠い？もちのろん眠いです。とんでもなく眠いです。まあ一番ピークだったのは今日の夕方4時から6時の間ですね。今日は28時間配信終わったんです。ちょっとね、振り返りというか、昨日朝配信をしてて、配信始まる前だったじゃないですか、28時間。だから何も喋れてないんですよ、ショールームで。だからその話もしたいんですけど、さすがにちょっとお眠なので、明日以降お話を振り返りながらみんなと楽しめたらいいなと思うんですけど、いいですか。ちょっと昨日は28時間配信の始まって夜23時半頃からミッドナイト公演、ミカの剥き方やったんですけど、劇場でなんか SNS の更新やら、その劇場が終わってね、お家帰ってきて明日の準備やること、寝る準備をしていたら、起きる時間まで30分しかないということで、30分睡眠で頑張りました今日。途中で目つぶったりはもちろん空き時間あったからしてたんだけど、完全に寝たっていう記憶がなく、ずっと起きてるの、周りの音聞こえてるからね。ほぼ寝ずに挑んだんで、そりゃぼっとするよねって感じでした。本当にごめんなさい、顔死んでる部分あったら。いっぱい喋りたいことあるの本当はね。まあ今日、まあもう15分ちょっと経ったら終わりするんですけど、それまでは喋れるところまでは一応喋るけど。こんばんは、こんばんは。ハートサイリウムいっぱいありがとうございます。大丈夫だよ、ゆっくり休んで。ありがとうございます。みんなもさ、私みたいに出る時間とか28時間全部起きてようと頑張ってくれた人もいるんじゃない。そしたら眠いでしょう。くまちゃん、ハートピカピカ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。今さ、 SKE では私しか多分配信してないよね。もっとさ、配信してる人いると思ったらいなかった。まだ28時間配信終わった後、多分1番目私配信したの。毎日配信続けてる人はそろそろというか、12時超えるちょい前まで始めるそう。みんな寝てんのかな。私も寝るべきだけど、多分全然寝てないから、一回今寝ちゃったらもう次の日になってる気がしたので、先に配信をしようっていう思いに至りました。お疲れ、こんばんは、こんばんは。明日はお休みじゃありません。えらい、お疲れ。そうなんだ、今日はサマーツアー、夏のサマーツアーの発表がありました。チーム K2 は7月7日に名古屋の会場、そして7月21日に北海道札幌に
行きます。皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。チームでは初めて北海道行きます。プライベートではあるんですけど、まあ1回だけね。嬉しい。ついに K2 が札幌、特にカニライクの3人の方、先輩嬉しい、喜んでるんじゃない。楽しみ。でも意外とね、今までの夏のツアー ZEP の札幌行ってたのが基本チーム員の人だったんですけど、美味しいもの食べたって聞くと全然食べれなかったとか、まあ、ケータリングでいただいたっていう話は聞いてたけど、意外と時間がないって聞いてて、食べれたら嬉しいな。あ、でもみんな無理せずね。遠い人は本当に遠いと思うので、楽しみだな。夏だね。何食べたいの？海鮮が食べたい。あとは味噌ラーメン食べたい。前行った時味噌ラーメンフラッと寄ったところでもすごく美味しくて、じゃあもっと調べたところに行ったらより美味しいものに出会えるんじゃないかなと思って。食べたい。トメが遊んでる。ジンギスカン初めて前食べたんだけど、ちょっと私のお口には難しかった。まだ私の舌には追いついてなかった。多分年齢を重ねたら合うと思います。行きたい、早く北海道。しかもそのツアーには今日昇格発表があって、チーム K2 から3人ん？チーム K2 には3人11期と12期の子が来てくれるんですよ。その3人ともツアーを一緒に回れるのがすごく嬉しくて。ね、いっぱい配信始まってからすぐコメントがあったんですけど、きょうちゃん、清原きょうかちゃん、山村さくらちゃんと12期から1人、すごいよ、鈴木さらちゃん、楽しみ。私さ、本当になんか自分で自らね、涙活を勝手にしようとしてるんじゃなくて、勝手に体手が動いて涙活してるからさ、よりまた涙もろくなってしまい、母のような目線で、はい、ちょっと耐えられなかったですね。しかも本当に望んでたんで、本当にご本人も映ってた、恥ずかしい。本当に嬉しかった。楽しみだな。でも楽しみプラスもっと頑張らなきゃいけないっていう自分への何奮い立たせる気持ちにもすごく今なってるので、すごくもう刺激を私はもらってます。そう、抱き合ったね。そうね。そう、涙も多いんですよ。サイリウムハート、ピカピカ、ありがとうございます。あら、ありがとうございます。これからもっとキョウちゃんと一緒にいる時間が増えるってことですね、今よりも。会える時間が増えたということで。本当に喜んでた。早かったよ、きょうちゃん。私見つけた時の顔、そして裏でも猫耳一緒に早くやりましょうねって。早い、かわいい。かわいい猫耳ね。
サーでやってた時もさ、ずっと早く一緒にやりたいっていう話をしてたのでそうなの。サイム、ありがとうございます。楽しみだな。髪型もだって変えれるからさ、より可愛くなるわけじゃん。みんな3人のファンの方、そして今じゃファンじゃなくてもこれからその3人のファンになる方たち、楽しみですね。新たな一面がまた見れるんですよ私も見たい、早く。巻き髪とかあんまり見てないから、プライベートでも見てないな、してるの。ハート、ありがとうございます。あとはね、鉄菜にも一緒に出られるので、髪型をまたそこでも変えられたり、一緒にお揃いにできたりもするのかな、わかんないけど楽しみ。まずは4月27だっけ、そう、9期と若手10期11期生が多い手をつなぎながら公演があるので楽しみですね。お疲れ、ありがとうございます。確かにワンコロとも会えないね。まこちゃん、いや、よかった、みんな一緒に昇格。本当に仲いい姿を裏でもよく見てたので、私11期生のわ、いいな、素敵だなってずっといつも見かけるたびに心の中で思ってた。ということはですね、きょうちゃん、これから私の生誕祭いますね、毎回何も予定がない限り。いや、嬉しいですねそうなの、今年どうかな、研究生だとまだね、確定だから分かんないねって話をよくしてて、そうなんですよう嬉しい。すごいね、 K2 なんかさ、昇格してくれた3人みんなそれぞれ好きなメンバー、気になるメンバーがいる、そのチーム内に。私の時は言っていたらとか、結構伝えすぎてたらできなかったイメージがあったので、それは私だけじゃなくて私以外のメンバーもそうだったからね、都市伝説みたいな感じでそう、確かにキャッチフレーズもついに聞けるかもしれないんだね、楽しみ。サックはアーヤだよね、サータンはハタゴンさんなんだけど、でもまあいろんな人好きというのは結構お耳に入ってくるんだけど、でも今日も喋った、結構喋るんですよ、可愛い、もう可愛がってます、私はサータンを。伝わってるか分かんないですけどこんばんは、こんばんは。まあ DD だとしてもあのなんかやっぱ惹かれるので、私が個人的にサータンに近づいていく、はい、くまちゃん、ありがとうございます、こんばんは、こんばんはこんな早い時間だから初めましての方いっぱいいる、ありがとうございます。ね、サーヤッピーの絡み好きっていう人いっぱいいたので、ずっと見れる
わけですね。安心ですか？安心したね、みんな。いいですね、安心だね。MC も面白そう。より面白くなりそうだね。ポップコーン、ありがとうございます。ね、本当に違うチームになると会えないんで、私と里川さんを見ていたり話を聞いていたら分かる通り会えないんです。はい、でも昨日のみかんの味方ミッドナイトバージョンではスルーザナイトをサビ新目で披露させていただきました。ありがとうございます。もう一生の思い出ですね。最初で最後と言わないでほしい。そうなんですよ、嬉しいですね。もう決まった時から早くみんなに言いたかったし、見てほしくて、あの少人数の中に選ばれ、そして曲を3曲も近くで披露できるっていう。まあ、STU さんとの合同ライブの時も私が2位で里川さんが1位だったので、楽曲披露の時新芽だったりフロント一緒にだったりしてたんですけど、その時よりもより人数少なくなって、はい、嬉しいですね。アーカイブ上がったら絶対見てください。本当に袋閉じのコーナーとかね、トークの部分もまあ頑張りました。ああいうのもなかなかないので、しかも夜だとやっぱさ、ファンの方たちの温度もすごい高いですし、コールも声も大きかったので、メンバーもやっぱそれに乗るんで楽しくなっちゃうんですよね。より私もなんかいつの間にか体が勝手に動いてましたね。ヒーローみたいです。私もヒロアカで言うと素敵ですね。とてもオールマイトになれるということで、ありがとうございます。後継者ですね。私も全然無個性なんで。はい、いいですね。もう今月本当にこの28時間、ちょっと乙女だな、あれやってんの、終わったので、うーん、お休みの日あったら寝れなかった分たくさん寝るのはもちろんなんですけど、それ以外だとたまりにたまったアニメを消化をしなければちょっとダメですね。アニメを見たり気持ちのリフレッシュじゃないけど満たしていく日をやっと作れますね。楽しみです。とてもインブレも見れます。漫画も読めます。何巻から止まってるのかもわからないぐらい読めてません、買ってるのに。ヒロアカで推しいる相沢先生とかっちゃんが好きです。ご褒美時間、そうなの。ご飯もあんまりさ、自分の好きなもの食べれてなかったので、そろそろ韓国チキンを独り占めで、乙女シルク琥珀に囲まれ、溜まってたアニメを見ながら食べたいですね。まあ、当分先かな。まずは寝ます。本当に本当に睡眠が大事なんだっけ、三大欲求があるんだよね人間。
もう睡眠ですね今、頭にずっとあるのは。なんかやってる。こんばんは。こんばんは。確かに食欲も入ってるから同時にやっぱやるしかないか。ハート。ありがとうございます。やばい、結局いっぱい配信しちゃう。袋をガサガサしてる。楽しかったな。でも挑戦もたくさんできて、まあ、一番の挑戦私はねミッドナイトだと思うので、あとは9期の座談会がちょうどなんかねリハだったり本番を迎えてて見れてなかったんですよ。だからアーカイブが上がった時にちょっと見返します。どの部分が放送されてるのかも分かんないので。そう VTR なんだったんです。そうなんです。組みたいですよね。頑張りました。まあ一番頑張ったのはオーナーですね。私本当オーナーはみんなで飛ぶオーナーは一番前じゃないと本当に飛べないぐらいなんですよ。でも一番前で飛ぶのはあの縄が高いので一番足を大きく上げて飛ばなきゃいけない大変な場所ではあるんですけど、あの本当に疲れました普通に。でも人より疲れてる前なんで。そう、この間のミカの剥き方でも超世代 VS 超超世代でオーナー跳び対決したんですけど、その時も勝ったけど25回まで全然いかなくて9回だっけ、倍以上飛んでたので、はい、え前とかあんまやっぱいないのかな、高く飛ばなきゃいけないから。隣に座ってた。お兄ちゃん何してた、はい、何してた。お兄ちゃん、すごいカメラ目線じゃない。のどみちゃん、ちょっと前だただいましてなかった、結構立ってたのに。あーかわいい。充電される。乙女、ありがとう。本当に。ゴーグル言ってる。ねえ。ああ、ありがとう、乙女。大好き。大好き乙女。乙女。ね、ちょっと不満そうなのがまたそこがいいんですよ。本気で嫌がってるわけじゃないんで。ね、どうい
ちゃん意外ともう終わっちゃうのみたいな顔で見てくるんで、見てるずっとシルクは寝てます椅子の上で可愛い、ありがとう本当に。そうミッドナイト公演から帰ってきて本当数時間しか入れなかったし、起きてたんですけど私。乙女とシルクがさ、やっぱいつもと私が帰ってくる時間だったり起きてる時間寝てる時間が違うわけだから、え今みたいなことをずっとニヤニヤ言ったりね、顔で訴えてきてたずっと、かわいいごめんねって言いながら30分寝た可愛い。だから今日はいっぱいできる2日間足りなかった栄養をいっぱいできます乙女でも私がこうやって乙女シルクたちに栄養をもらってるから、乙女シルクにも栄養という名のチュールをあげてますあげてます飼い主の生活時間変わると不思議がある。え、そうそうなの、ちょっとでも変わると、ま、気づいてる、かわいいね大事でしょね、ありがとう、いい顔してるわ今日も姫たち。ハートありがとうございます、少しじゃないですね全然今日の配信も。明日また思い出したら配信します、今日のお話をしに。あー寝そう、危ないでも話したいんだよな、いやもう決めた、明日話すんだ。みんなも本当にお疲れ様でした、ゆっくり休んでくださいって言ってましたけど、月曜日だからね、動く人、お仕事の人が多いのかな、頑張ってください、はい、トーク会まだ残ってるんですか。幕張はまだ残ってます、私が前見た時は待ってます配信ありがとう、こちらこそ見てくださってありがとうございました。1位ハッピーさん、2位ハッピーさん、3位ハッピーさん、4位カレノバタさん、5位ハッピーさん、6位サッさん、7位バツマルくん、8位キョモヒヨコちゃん、9位ネコちゃん、10位クマちゃん、11位ロボットくん、12位コジコジちゃん、13位ハッピーさん、ありがとうございました。配信できてよかったです今日寝なくてよかった、チケット使うところでした、危ないです本当に、なるべく使いたくないんで。頑張った、ハートありがとうございます。では明日会おうね、お話ししようね、湯船にしっかり浸かってちょっとでもむくみを取って寝ますお
おやすみなさい。ありがとうございました。みんな本当にありがとう。休んでね、本当に。おやすみなさい。ギフトもありがとうございました。バイバイありがとうね。